はい、今日は、松の緑摘みをやりたいと思います。まあこんなちょっとちっちゃい松なんですけども、この緑を、摘みたいと思います。まあこの緑摘みの役割っていうのは、松の、成長をこの緑の芽を摘んでそう、調整するんですね。この緑のこの緑がこれがもう枝になってしまうので、次こっから芽が出てこの高さになってしまうので、放っておくともうとても大きな、松になってしまうんですけども、まあその前に剪定するので、まあある程度は、高さは収まるんですけど、この今の4月5月の緑が出てきた芽が出てきた時に、こう触っておくと、一応なんていうかこうなだらかな、松の成長を、見込めるというか、調整できるというか、そういう形ですね。あとここにちょっと毛虫がいるんですけど、これ松枯葉の毛虫ですね。これですね。まあこれもよくまだ小さいんですけども、多分去年の、どっかに潜んでたのが今出てきてるので、まあ大きくなっていくと思います。はい、これ毛虫とかの内容についてはまた別途動画を撮ってみたいと思います。まあ、疲れ派ですね。はい、じゃあちょっと折っていきたいと思います。まあ折るって言っても本当に手でポキッと折れるので、こう折って、で、まあ、大体でもこれぐらいの大きさだったらもうこのままで大丈夫かと思います。こう折って、まあ、3本出てるのに真ん中を1本折って、でまあ長さを揃えて、でこの茶目のこのなんていうか茶色いのがこれもまた目なんですね。そうで、この緑の折り方によってはこの松をいかんようにでも、大きさを調整できるので、本当にコントロールできるっていうか松を。なので、もし時間のある方は今の時期にこの松をこう折ってコントロールして、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。本当に手でちょっとつねるぐらいで、触るぐらいで折れるやつもあるので、これがあと1ヶ月ぐらいもするともう全然手では折れなくなるので、今の本当に今の時期ですねにやるのがいいと思います。本当にこうやって掘るんですね。で下にやっぱりゴミ袋かシートか引いて、このゴミをすぐ処理できるようにしておくのがいいかと思います。他にも丹波法って言って、松の刃を短く仕立てる方法とかもあるんですけど、いろんなっていうか短くできるので、はい、でこれをこういうふうに折るんですね。折ってこう折るんですね。ちょっと今お昼の音楽が入ってしまってるんですけども、そのまま取りたいと思います。本当にこう松を長い方を取って取る。でこれちょっと見えますかね。これですね。これも芽なんで、本当に芽をこう取っていくんですね。で例えばもうこの時点で重なってるなと思った時はもうこれ先に挟んどいてもいいんですね。こういう風にボキボキっと折って、
こう真ん中の勢いのあるやつはもう取っておるね。この取って取る、この長さで次出てくるので、本当にもう木はもうそのまま出てくるので、ほんと分かりやすいですよね。もう見た感じのまま出てくるので、うん、なんでこう誘導っていうか誘引っていうか、まあ引っ張るわけじゃないですけど、こうやっぱ人が手を加えた通りに結構木はそれに応えてくれるっていうかもあるので、長いのちょっと硬いやつはあるんですけど、タイミングは少しも固まってきてるんですね。こういうのは先に取ってしまってもはいいいんですけど、持って短くしとけばいいですね。こうやってこうやってで、この緑をこう追っていくんですけど、真ん中を追ってこう折るんですよね。こうで表面はこう小さく、もう今ちょっと折れてたので目が火の方に行ってしまってるんですけども、まあ小さい枝はすぐ折れるので、こうやって全部真ん中を折って、で長いの2本もちょっと短くしておく、真ん中を折って短くしておく、で1本こうやってね。まあ、こういう時に少しあまり混んでるとこは今のうちにちょっと整頓して剪定してしまってもいいんですけど、うん、それじゃちょっとちょっと形が見えづらいなと思った時は、まあハサミ入れても全然問題ないんですけど、こうやって取っていくんですね。で、このマスの葉っぱ自体を短くする方法もあって、それはもう少し芽が伸びきってきたあと6月ぐらいにこの6月ぐらいに芽を、例えばこれが固まった時に芽を全部落とすんですよね。でこう成長した芽に栄養がいってて、さらにもう一回それを落とすことによってもう一回芽に栄養がいくんですよね。そうすると葉にはそこまで栄養がいかず、葉っぱがだんだん短い状態で仕立てることができて、それを何年か繰り返すことでこの松葉の葉がだんだん短い松になっていくんですよね。そうそう、なのでその緑積みとその松の葉を短くする方法はまた似てるようで別なので、そこら辺少し使い分けて仕立ててみるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、今日はあの松の緑摘みを、出みました。家に松が、黒松が、まあ芽松でも同じなんですけど、ある方は、ぜひ、試してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。